はい、さんこんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、G36 の改良版、ステア社の G6 に行って知ってるということで、今回はね、G36 の改良版であるそのステア社の G62 がね、どんな銃なのか見ていきたいなというふうに思います。で、まず一応ね、その G36 がどんな銃なのかっていうのをざっくり説明すると、要は MP5 とかでね、おなじみのヘッケランド候補者が、1990年代に開発したアサルトライフルで、G36 はね、長年そのドイツ軍の主力小銃だったんですが、今もそうっちゃそうなんですが、でもその G36 はその使用する場所 の、 その気温自体が高かったりとか、あとは銃を撃ちまくったりとかして、その重心が高温になった時に、めちゃくちゃ精度が落ちると。下手したら 100m でね、50センチとか着弾点がずれて、ロクスっぽ人に当たらないぞって話になるので、困るとか、そういう問題が浮上してきて、今もね、その、なんていうんですかね、ドイツ軍は、G36 に次ぐ新しいね、新規のね、アサルトライフルどうするかっていうね、その HK416 の A8 にするかとか、ガチャガチャやってるわけですが、そんな感じなんですが、じゃあ G36 は、それはそれでもう見捨てられたのかっていうと、ヘッケランド候補者的にはね、そうかもしれないですが、他にもヘッケランド候補者のいろんな製品があるので、そうかもしれないですが、世の中的にはね、別にそうでもなくて、もともとですね、老朽化してきてた、その2019年ぐらいからね、この話出てくるんですが、老朽化してきてたその G36 っていうのを回収するために、なんだかんだ言ってね、G36 だって20年、30年頑張ってますから、それを回収するために、そのオーストリアのステア社とウィルコックスっていう会社が、共同で開発してた銃、それが、G62 という銃になってきます。で、G36 とはね、じゃあ何がどう違うのかっていうと、G36 はそのレシーバーがね、そのポリアミド樹脂っていうのでできてて、そこにそのバレルの基部がね、根元が埋め込まれるっていう、そういう構造なんですが、やっぱりそこのバレルの基部にその熱とかね、衝撃が加わると、精度がめっちゃ下がるので、だからこの G62 ではそのレシーバーは金属製、普通の KRB 合金かなんかになってて、オプションでね、バレルも改良できるし、スラングのね、マガジン、G36 っていうのは基本専用のマガジンを使うんですが、そうじゃなくて、スラングのマガジンも使えるようにできるし、っていうことで、これによって、なんていうんですかね、HK416 とか、そういう新しい銃を買ったりとかするよりも、少ない費用で、その G36 の欠点を克服できるし、ドイツとかね、スペインとかリトアニアみたいに、そのすでにね、その G36 を使用している国にとっては、訓練とかもね、やり直す必要がないですよというね、そんなプレゼンにはなってるんですが、今のところ、その売れたっていう話にはなってないし、ちょっとどうなんだろうねっていう、そんな感じです。はい。っていうね。もちろん、その自分個人としては、世の中ね、最近の世の中は何でも AR みたいな、MCX か、HK416 か、どうするみたいな感じで、そんな風潮で、20世紀みたいに、本当に多種多様な銃が出てくるみたいな、そういう時代ではないので、なんていうんですかね、こういう銃が出てくるのはすごく嬉しいんですが、じゃあ本当にこの銃がベストなのかって聞かれるとちょっと謎なので、ステア社のね、そのプレゼン通り、その予算のね、限られた人、もともと G36 を持ってて、この欠点を克服したい人には、いい選択肢なのかなというね、そんな感じに思います。はい、というわけで、ステア社のね、G62 の紹介でした。本当にもしかしたらね、今後その、なんていうんですかね、なかなかないとは思いますが、G36 がね、また巻き返す、そういうきっかけにもなるかもしれないので、ちょっとね、このね、G62 の推移ね、見ていきたいなというふうに思ってます。はい、というわけで、この動画ね、というふうに思っていただけたら、ぜひね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。